SNS で話題のネクストブレイク食パンが登場したのは、三重と愛知に十一店舗、昨年末には東京へも進出したばかりの小山ベーカリー。二千二十四年に流行りそうな食パンとは一体？こちらのミルフィーユ食パンです。ミルフィーユ食パン。見た目は普通の食パンですが。 こちらのミルフィーユ食パンは、えー、ミルフィーのように、えー、生地が何層にも重なっており、えー、ペラペラ剥がして食べれる楽しい食パンとなっておりますえ、剥がして食べる食パンどうやってこのように層になってますのでペラッとめくってもらったりこれを一枚一枚めくってもらって分け合っていただく感じですね。なぜ剥がして食べられるのかというと デニッシュ生地と北海道産のミルクシートなどを20層以上重ね合わせて焼き上げているからなんです購入後自宅で剥がす際は電子レンジやトースターで温め直すと剥がれやすくミルクの香りがほのかに広がっておすすめたのかとのこと実はこのミルフィーユ食パン台湾で大人気なんだそうで。 こちらの商品は台湾が発祥のパンとなっております台湾の方ではミルフィーユブレッドやクロワッサン食パンなども呼ばれることがあると思いますこれまでも台湾発の人気メニューを販売していたというこちらのお店台湾ドーナツというものをやっておりまして台湾の商品が人気ということが分かっておりましたので開発販売になりましたちなみにミルフィーユ食パンの売れ行きはというと まあジュワジュワとですが SNS などを通じて人気が高まっております小伊さんベーカリー全店で一日約五百個以上ははい販売しております。中にはまとめて三個買っていく人も。これ前から何回も買ってて美味しいのでマグマ食べました。これも大好きで五回目ぐらいです。<laughs> すでにブレイクの兆し。 台湾発ミルフィーユ食パン、ぜひ食べたいという方は予約がおすすめです。